ます。営業です。今日は JR の山手線の大崎駅の方に来ました。今日行くカフェはこちらの大崎駅の南口改札の方から出ます。今日行くカフェはこちらのシンクパークの2階にあるあちらの店に行きたいと思います。今日は大崎駅のこちらシンクパークプラザというこのビルの入っているカフェに行きたいと思います。今日行きたいお店はここにないか、ここの2階だったような気がするんだよな。今日行くお店はこちらのシンクパークプラザの2階にある、2階なので2階どこだ、あーこれだ。ちょっとねチェーン店なんですけれども、マザーリーフティースタイル、以前ね恵比寿のお店には行ったことあるんですけれども、今日は大崎のお店で行きたいと思います。こういうビルの中にも四季を感じる場所がありますね。今日行くのはあちらのお店、マザーリーフティースタイル、こちらちょっとね外、今日はね雨が降ってるんですけれども、ここに行きたいと思います。大崎店の店内はこのような感じです。こちらは今日のモーニングチーズトーストでございます。22mm の方で取った方がいいか。こちらが今日のモーニングチーズトーストでございます。美味しそうですね。こちらが一緒に頼んだブレンドホットコーヒー。それでは早速こちら一切れいただきます。うん、柔らかくて美味しい。いいね。ということで今日のモーニングは以上となります。じゃん、こちら松尾ステッカー、これをね Amazon エコープラス、こちらの方に貼りたいと思います。だいたいこの辺りかな、この辺りね。これってシールだから普通に取れるはずなんだけど、結構怖いよね、ビリッてやりそうで。よいしょ。松尾ステッカーの場合はこの肌のところね、これも全部シールになってます。これを、おう、これはこうだからこうかな、ここら辺にじゃじゃーん、じゃじゃーん、松尾さんがAmazon プラス、Amazon エコープラスになっちゃった。じゃじゃーん。これからこの Amazon エコープラスを松尾さんだと思って使っていこうかな。